足の神経伝達を良くするために今度はタオルを使って足の指で掴む練習をお伝えします。このようにちょっとタオルを引いていただいて、その上にまず足を置きます。ご自宅だったらフェイスタオルぐらいで全然いいので、こちらに足を置いていただいて、このタオルを足のつま先のこの指で引き寄せます。これをずっと掴んで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 、これを繰り返すことによって足の指まで神経伝達が行って、例えばゴルフで言うなら傾斜地だったり、あのラフが深いちょっと足場が不安定なところでもしっかり立てるようになります。